スノーマン・メグロレン、初のミラコレに特別参加、フェンディ、ショーで世界各国のセレブと祝福。スノーマンのメグロハスが13日、現地時間、ミラノショールームにて行われたシルビア・フェンディによる、フェンディ、フェンディ。2024から25年秋冬メンズコレクションに参加した。メグロレン、フェンディ、で初のミラコレ参加。日本からは、スノーマンのメンバーであり俳優の目黒が自身初となるミラノコレクションに特別に参加したほか、数々の映画やドラマに出演し人気を誇る韓国のブランドアンバサダーのイミンホや、グローバルメンズアンバサダーを務めるマッシミリアーノ・カイアッツォ、ジェレミー・ポープ、グレッグ・ハン、ニコラス・ガリチン、歌手のマルコ・メンゴーニ、ミケーレ・ブラービ、ラッパーのラッツァなど、各界の豪華ゲストが駆けつけた。さらに、HBO シリーズ、ゲーム・オブ・スローンズに出演したキット・ハリントンをはじめ、ネットフリックスの人気シリーズ、エリートで注目を集めたアロン・パイパーや、エド・マクビー、ジェームズ・フランコ、アーロン・ピエール、ウィンストン・デューク、チャン・ローユンなど、各国を代表する俳優陣らが出席しコレクションの発表を祝福した。その他日本からは大平修造、井上大和も参加した。